皆さんこんにちは、本日は地球環境戦略研究機関 IGES によります気候変動ウェビナーシリーズをご覧いただきありがとうございます。本日の進行を務めます IGES 気候変動とエネルギー領域ディレクターの田村です。よろしくお願いいたします。IGES ではこの4月より気候変動ウェビナーシリーズを開始しました。このシリーズは気候変動トラックと炭素市場トラックの2本柱でお送りしております。本日は気候変動トラックの第5回としまして、G7 気候環境大臣会合の結果について、お伝えします。昨日の第4回に続き、連日の配信となってしまいますが、これまで炭素市場トラックの参加者も含めまして、本日も含めましても合わせて3000人に、の皆様にご視聴いただくということになりまして、大変感謝しております。このウェビナーシリーズですが、皆様の関心のあるトピックを分かりやすく、1時間という短い時間コンパクトにお伝えするということで、あまり形式ばらずにお届けしたいというふうに思っております。その流れで、今回もこれまでと同様に会議室さらには建物を飛び出してお送りしております。本日はこの IGES の外にありますウッドデッキからお伝えしておりますが、ご覧のようにIGES の裏山の森林がきれいに映っているかと思います。この森はIGES設立当時にこの葉山在来の植物を植えたというところになります。ぜひこの小鳥の BGM に葉山の自然を感じながらご視聴いただければと思います。この背景が綺麗ですので、これはバーチャルですかと聞かれることがあるんですが、本日はそうした疑念を払拭すべく、新たな思考としまして、スピーカーのお二人にはこの森の中から登場してもらうということになっております。天沼さん、高橋さん、お願いします。はい。花道を歩いてきます。その間に、定型のご案内をさせていただきたいと思います。本日の資料は IGES のホームページにアップロードしてあります。URL をチャットボックスに送りますので、そちらをご確認ください。また質問ご要望のフィードバックは大歓迎ですので、皆様の声をぜひお聞かせください。その際はZoom 下の Q&A よりお願いいたします。はい、ということでお二人にご登場いただきました。ご紹介させていただきます。まずはIGESの持続可能性ガバナンスセンターの天沼リサーチリーダーと、気候変動とエネルギー領域の高橋プログラムマネージャーです。天沼さんは今回初めてのウェビナー参加ということで、まずは自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、IGESの持続可能性ガバナンスセンターの天沼の上です。本日はよろしくお願いします。いつもはSDGs 持続可能な開発目標に関する研究とか調査とかを行っています。はい、でその一環で例えばに日本の民間企業が SDGs にどんなふうに取り組んでいるかといったような調査も、携わっているという感じです。で G7 は結構 SDGs にも含まれているような環境問題を幅広く取り扱っている先進国の会議なので、そういった観点からここ何年か注目して見ているところです。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。初めての参加で、初めての屋外からのライブチャットライブ配信等でどうですか？もう準備いいです。よくここ通るんです。畑に行くのに、はい、畑に行くのに、はい、すぐ裏山にIGESの園芸部が、はい、畑をやってますので、はい、はい、そうですね。はい、続きまして高橋さんですが、はい、すでに炭素市場トラックの方で3回登場しているということで、はい、今回時間の都合上活躍させていただきます。はい、はい、というわけで今回のテーマは G7 気候環境大臣会合の結果についてです。ちょうど明日から13日まで、この首脳級会合というのがイギリスのコーンウォールで開催されて、今晩菅首相も旅立つというところで、我々 IGES もこの G7、さらには G20 については注目しておりまして、特集ページというものを立ち上げております。
で今後あのコメンタリー等でをあの順次アップしてきますので、そちらについてもぜひ、ご覧いただければというふうに思います。はい、それでは本題に移りたいと思いますが、まずは天沼さんにお聞きします。この G7 サミットとか G7 なんとかなんかとかいろいろ耳にすることがあるんですが、あのこの G7 のこのプロセスについてその概要をまずあのご説明、いただけますでしょうか。はい、わかりました。じゃあちょっとあの資料共有しますね、はい、画面見えるでしょうか。よいしょっと、スライドショーになったかな。はいはいはい、そうですね、私の方からはあの概要を説明したいと思います。まあ、そもそも G7 とはというところから入っていきたいんですけど、はい、まあ、これ皆さん結構ご存知かと思いますけど、主要な先進7カ国による政府間組織になっています。でこのメンバー国は右にあの旗があるので、あのこれで分かっていただけるかと思いますが、議長はメンバー国が持ち回りで1年ごとに務めます。うん、で今年はあのイギリスが議長国を務めています。で G7 っていうと結構サミットっていうことをね、ニュースとかでよく聞くと思うんですけど、実はサミット以外にもいろんな分野の議論が1年間を通して行われていて、でそのトピックに関することをやってる大臣たちが集まる大臣会合っていうものが1年を通して開催されているんですね。で右側見ていただくと、まあ、5月6月と今年の5月6月に開催された大臣会合がここに書いてあるんですけど、まあ、こういった感じで、サミットっていう、まあ、菅さんみたいな人たちが集まるものだけではなく大臣会合が行われているということです。でどういった大臣会合を開催するのかとか、その大臣会合で何を議論するのかっていったところには、あの議長国の優先課題とか意思が色濃く反映されるところかなと思います。で具体的に例えばですね、去年はアメリカが G7 の、議長国だったんですけど、うん、環境大臣会合って開催されてないんですよ。まあ、当時そのトランプさんが大統領だった時、まあ、あの環境っていうことはそんなに他のトピックと比べてそんなに優先度が高くなかったんだろうなっていうことが伺い知れるところですよね。その通りだ、はい、で日本はあの2016年に G7 の議長国を務めまして、次回は2023年となっております。で今回日本からは小泉環境大臣とか梶山、経済産業大臣、うん、などが参加されたということです。で今回、まあ、このウェビナーでもこの G7 気候環境大臣会合を取り扱っている、理由はですね、まあ、明日からのサミットの議論の土台となるようなものがあの今回の気候環境大臣会合の成果であったかなと思うっていうところが一つと、もう一つは今年2021年ですね、あの皆さんもご存知の通り、あの気候変動とか環境の分野でかなり重要な会議が、うん、とか交渉が目白押しなんですよね。でこうした、こうした大事な会合に向けて、G7 の国がどんなふうな立場で臨んでいくのかっていうことが今回の大臣会合の成果を見ると伺い知れるかなと思うので、まあ、そういった意味で大事な会合だったかなと思います。で特に、まあ、あのバイデンさんが大統領になってからアメリカも結構気候変動とか環境の政策を大転換させていますよね、うん、なので、まあ、今までになく G7 として団結しやすい状況になっています。まあ、そうしたことから今回の大臣会合の成果を見ると、まあ、先進国がこれからどんな方向に向かっていくのかということが伺い知れるということで、あの大事だなと思います。で先ほど申し上げた通り、今年大事な会合が目白押しって言いましたけど、まあ、あのこのウェビナーご覧の皆さんはきっとあの気候変動すごく、うん、あのご関心あると思いますが、あのその通りで、あの COP26 が行われますよね。でそれの議長国が、まあ、イギリスだと。で今回の G7 も議長国がイギリスだということで、イギリスはもう COP26 に向けてどれだけこう野心度を高くしていくかっていうところ、どれだけこの G7 としてあのいい成果を出していくかっていうところをすごく頑張ってたと思うので、うん、まあ、そういった意味からもあの今回の大臣会合重要であったなと思います。でそれ以外にも生物多様性条約とか、まあ、今年はあのポスト2020の生物多様性枠組みが決定される年なので、うん、まあ、そうした意味からもあの今回の成果文書を見ると、まあ、そうした生物多様性条約
の交渉とかに向けてどういった立場を取っていくのかなって言ったところが伺いしているかなと思います。なるほど。この G7 の、まあ、重要性というのですか、この気候環境大臣会合が、まあ、どういう実現があるのかということがよく分かったかと思います。気候変動 の関連については後ほど高橋の方から説明がありますが、まあ、まずは天沼さんの方にじゃあこの気候環境大臣会合の、まあ、全体としてどういった成果があったのか、うんうん、ちょっとそれについてお話しいただけますか。はい、G7 の大臣会合で大体成果として出てくるものっていうのは声明文、コミュニケって呼んでますけど、うん、まあ、こうした文書なんですね。で右側にありますけど、まあ、全部で27ページとかって、まあ、結構対策で、まあ、我々 G7 の大臣としてはこういったことにを頑張っていくぞみたいなことが書かれてるわけです、うん、で構成はまあ3部構成、まあ、ほぼ3部構成になっていて、最初は気候を担当する大臣と環境を担当する大臣による共同のコミットメント、まあ、お約束が書かれている。で2番目は気候変動に関して特化した、お約束が書かれていて、3番目が、環境に特化した部分ということ で気候変動に関しては高橋さんが後でお話しいただくと思うんですけど、私の方からまあ1番目と3番目を簡単にご説明しますね、はい、まあ、共同のコミットメントのところでのポイントは3つです。1つ目は我々 G7 の、まあ気候環境大臣たちは気候変動と生物多様性の損失という2つの危機に対処していきますよということが書かれています。でまあ、コロナ禍で開催された今回の会合ですから、まあ、コロナからどうやって復興していくかということももちろん話し合われているんですけれども、コロナ以前の世界に戻るんじゃなくコロナ以前よりもさらにいい世界に向かって復興を遂げていく上で、うん、その復興戦略とか投資の中心に気候、生物多様性、環境を据えていく、まあ、つまりグリーンな復興を遂げていくぞということが書かれている、うん。で3つ目にはそうする上で、脆弱な人たちにしわ寄せがいかないようにちゃんと誰一人取り残さないっていうような方向性でやっていくぞというこの3つが書かれています。で環境の分野に関しては、まあ、この青い部分に書かれているのが、まあ、ヘッドラインっていうんですかね、こういった項目が立てられているんですけど、まあ、要は生物多様性に関するお話、うん、それから、コロナのような人獣共通感染症といわれるそういったものに対する、対処の方法、対処方針というかものが書かれている。それから自然資源のことが書かれている。でさらに海に関する話、まあ、海洋ごみ含めですね、それから食品ロスの話といったこういった項目が立てられています、うん、でこの中でもさっき申し上げた通り今年生物多様性の重要な年でもあるので生物多様性のところに限ってお話しすれば、例えば47段落目パラ47では2030年までに生物多様性の損失を食い止め回復させますよっていう、まあ、決意が書かれている。でそれ具体的にどういうゴールを掲げているかっていうと、2030年までに世界の陸地の少なくとも 30% と海洋の少なくとも 30% を保全保護することを含む、まあ、野心的かつ効果的な生物多様性の世界的ターゲットに向けて尽力していくぞということが書かれている、うん、まあ、こういったことから、まあ、先進国がどういった、こういった体制で、まあ、意識で生物多様性の交渉に臨んでいるんだなということが分かるかと思います。はい、ありがとうございます。まさにもう生物多様性ですとかコロナでさらに海洋ごみといった、まあまさに我々が今直面している、まあ、地球規模の課題に対してこの G7 の諸国がどう対応するかということがメッセージで伝わってくるということだと思います、うん、そうなると、まあ、これは当然その政府間の会合なんですけど、うん、じゃあその企業ですとか、うんうん、我々市民 にどういったメッセージがここから読み取れますか。そうですよね、まあ、これを受けて、まあ、我々は 何を、うん、知っとけばいいんだろうということだと思うんですけれども、まずそのコミュニケ成果文書を見ていて気づくのはかなりステークホルダーという言葉が出てくるということですね。で特に例えば生物多様性に関して書かれた部分では、ステークホルダーとの協力の必要性について、すべてのパートナーとステークホルダーによる協調的かつ協力的な行動が必要であるということが書かれています。でまあ、それがまあ全体的にはステークホルダー大事だよって話は分かったと、うん、じゃあ企業にお勤めの方皆さん多いと思うので、企業にとったらどういうことが大事になってくるかっていうと、気候変動に関して
言うと、あの官民による資金を動員するっていう話が結構書かれています。まあ、政府だけではなくって民間の資金も必要になってくるよねっていう話ですね。でそれ以外だと、経済とか金融の意思決定の中に自然を主流化していこうっていう話が言われていて、うん、でそれをする上で金融の役割って大きいよねっていうことが書かれています。でこの話の、部分ではダスグプタ報告書っていうものが参照されていて、うん、これは生物多様性に関して、まあ、これまでの経済学の考え方とかアプローチを根本的に変えていかなきゃいけませんよねっていう話が書かれている報告書なんですけど、まあ、それがあの参照されている。で、まあ、そうしたことからですね、ダスグプタ報告書企業の皆さん読んだ方がいいんじゃないかなと個人的には思っています。でもっと具体的には、まあ、企業と協力して標準化された自然資本会計の手法を開発していくだとか、うん、まあ、要は今まで自然をまあただみたいな感じで使っていたけれどもそうじゃないよねと、うん、だからちゃんとそういったあの自然に負荷がかからないような経済の方法を模索していこうっていう姿勢がここで見えてきますよね、うん、でそれ以外には自然に有害な影響が、認められる政策は見直しをあのしていくことで世界に模範を示していこうみたいなことが書かれているので、まあ、自然に有害な影響が認められる政策の恩恵を受けている企業がもしいたらそこはちょっとあの要注意かなと思います、うん。であとはあのこれは多くの企業に関係あることかもしれないですけど、持続可能なサプライチェーンを強化していきますと。で具体的にはサプライチェーンの透明性とかトレーサビリティを強化していきたいというようなことが書かれています。であとはまあ食品ロスと廃棄物の削減のために食品サプライチェーンとあとは家庭とかをサポートしていきましょうみたいなことが書かれている、まあ、こういったことがまあ企業に関係あるところかなと思いますけど、まあ、本当にあの大きなところを抜き出しただけなので本当にもっといろいろ書かれているので、あの見ていただくといいかなと思います。日本語訳、まあ、もう原文も例えば環境省 のホームページとかに載ってますんでね、うん、はい、わかりました。はい、あのこの重要あれともう社会全体で取り込んでいくということですとか、うん、まあ、この自然をただと思うなとそれと我々 の、まあ、あの活動がどう負荷を与えるかということもちゃんと考えていきましょう、まあ、そういったことが読み取るんだなということが分かりました、はい。でこのように、まあ、あの重要な我々にとっても重要なあのプロセスなんですけど、まあ、当然これは政府が中心となったプロセスですが、うんうん、我々もこういった社会の一員もどういう形でこの G7 のプロセスに参加する可能性と余地があるんでしょうか、うん、はい、実はですね、あの政府以外のステークホルダーが関与する、メカニズムというか仕組みとしてエンゲージメントグループっていうものがあります、うん。で今回の G7 ではこちらにあの並べた通り若者ユースのグループ、女性、科学者、労働組合、市民社会、経済団体といったようなグループが、まあ、その7カ国のそういったグループが集まって、まあ、例えば我々若者としてはこういうことを、まあ、G7 の政府にしてほしいとか、うん、まあ、そういった提言をするような仕組みっていうのがあるんですね。で、まあ、ただそのこうしたグループの提言と、まあ、大臣会合で出てきた成果と、まあおそらくギャップがあるので、うん、まあ、そこがどんな風になっているのかなっていうのはちょっと気になるところなので、まあ、そこをちょっと分析してあのコメンタリーを書きたいなと思っているところなので、あの近日中に公開できるように頑張っていきたいと思います。わかりました、はい、あのぜひそのあの次の出版物もあの期待しておりますので、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、あのこれまでその G7 の、 あの気候変動会合大臣会合の、まあ、全体像をあのお話しいただきました。でまあ、そこの全体的なあの概要があの理解が深まったところで、次からはじゃあこう気候変動についてちょっとあの掘り下げていってきたいと思いますが、あのまず高橋さん、あのこの大臣会合の結果について説明してもらいたいんですが、もう COP26 に向けてさまざまな国際会議ですとかが開催されてますが、まあ、今回の会合というのはどういうふうな位置づけになるんですか。ありがとうございます。あのアイジェスの高橋です。あの本日さんよろしくお願いいたします。私の方からはあの今田村さんがあのご質問いただいた、まあ、どういう位置づけかっていうところなんですけども、うん、あの COP26 に向けてあの今天沼さんが説明していただいた通り、あの、まあ、ちょうど半年も2021年、うん、あの経って、まあ、あのちょうどこう COP まであと5ヶ月経ってます、あの5ヶ月になってますので、非常にこ の、 あの ちょうど中間地点として、あの次につなげていく、まあ、重要なあのマイルストーン
としての会議だったのかなと思っています。はい、でいいですか。はいはい、早速説明をしていきたいと思いますけども、今回のですね G7 の会合を振り返りますと、英国がですね、この G7 までに非常にさまざまなイベントを通して、まあ、リーダーシップを発揮していたなと思っています。で今回のリーダーシップは本当にですね、昨年の、気候野心サミットから非常にこうもうあからさまにですね、こうリーダーシップが見えていたかなと思っています。で G7 はこれまでは私自身はあんまりこうあまり馴染みがなかったんですけども、まあ、昨年やっぱり12月のこの気候野心サミットの閉会挨拶でCOP26 の、議長がですね、まあ、来年はもう全部気候変動対策を、まあ、織り込むと、まあ、会議に全て織り込むと、うん、でその一つの理由が、まあ、G7 の議長国であって G7、G20、今どん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 こう打ち込んでいく、まあ、それが昨年の12月のやっぱりですね一番私自身強く受け止めたメッセージでした。で今回そのリーダーシップはこの青色のボックスに示している通り、まあ、様々なですね昨年の11月以降いろんなですねリーダーシップを示す政策を打ち出しています。で特にいろんなイベントがこれまで毎月のように行われてきましたけども、まあ、5月ニコラス・スタンさんがですね発表した報告書、あとはまあ IEA のネットゼロレポート、皆さんご存知だと思いますけども、この2つのレポートがちょうどこの G7 前に発表されたっていうことは、もうかなりこのアロックさん含め、皆さんが事前にですね調整をしてこのリーダーシップを発揮するためにこのレポートを出したんじゃないかなと思っています。うん、ちょうどこ の, G7 の, 要請した報告書はちょうど今目の前に座ってますけども、アイジスの津高さんが要約をしてくださって、で今気候変動の今回のイベントページに要約版日本語版を上げてますので、うん、ぜひそちらご覧いただければと思っています。で今回じゃあ気候変動環境大臣会合どんな方が参加したかと言いますと、まあ、G7 の国以外に4カ国のゲスト国が参加をしています。インド、韓国、南アフリカ、そして、オーストラリアです。で、G7 の各国の大臣に加えて、まあ、環境省、ですね、あと経産省から各閣僚レベルがで今こちらの方で示している通り結構ハイレベルな方々が参加をしています。でちょっとどういった議論かっていうのは非公式でしたので、ステートメントなんかをですね、プレスなんかで見るとやはりCOP26 に向けた皆さん強いメッセージを、まあ、この場で発言をされていました。で G7 この会合のですね、まあ、詳細を説明していく前に、じゃあ G7 って具体的な温室効果ガス排出量どれくらいなんだっていうのをちょっとご説明しますと、G7 の2018年のトータルの排出量を見ますと108億トン CO2 換算ですねになっています。で世界の排出量は553億トン、まあ、だいたい G7 で2割程度、じゃあ残りっていうのは中国含めた、まあ、G20 に、まあまあ、メンバーである中国とかインドとかですね、そういった国々が非常に大きな排出量を、まあ、占めています。で中国はこの2014年の排出量でまだピーク前の段階ですので、まあ、今現時点でおそらくこの123億トン以上の排出量が出ています。ですので今回リーダーシップを G7 が示すということは、このやはりですね、G7 以上の排出量を持つ、まあ、主要排出国に対して、まあ、強いメッセージを出していきたい、まあ、そんな、まあ、思惑があったんじゃないかなと思っています。はい、G7 の位置づけというのがよく分かりました。まあ、こうした現状というか、まあ、排出量の、まあ、現実があるわけなんですけど、まあ、こうした中、じゃあ具体的にこの G7 諸国というのはどういう形で世界の温暖化対策を引っ張っていこうかとしてるんです。何かその共同声明から読み取れることはどういったことがありますか。ここから気候環境大臣会合 の, 声明文 の, ポイントを絞って説明していきたいと思います。はい、で天沼さんご説明通りパラグラフかなり、まあ、多くて、ちょっと全部説明するとおそらく1週間かかっちゃうかなと思いますので、今日は特に企業の皆様が参加されてますので、まあ、主に、まあ、企業の皆さんに、まあ、関心がありそうなポイントを絞って説明をしたいと思います。もう大きく4つあります。で石炭火力の廃止、あとネットゼロコミット、あとは NDC と、まあ、各国に対して長期戦略を、まあ、可能な限り早く出す、あとは COP26 に向けた、まあ、約束ですね。でこれを一つずつ説明をしていきますと、一つ目ちょっと今回順番どうしようか迷いました。やっぱり一番インパクトが大きいのは石炭火力だったかなと思いますので、石炭火力発電の、まあ、支援停止について説明をまずは、します。
で、この、パラ32とはこれパラグラフ段落のことで、コミュニケ、この声明文では複数のこのパラグラフがあります。で、石炭火力に関するところはエネルギーの、セクションで説明をされています。で、何がこう重要だったかといいますと、パラグラフ32にあります通り、石炭火力がこの世界の気温上昇 の単一最大の原因であることを認識して、この排出削減対策が講じられていない石炭火力発電からの移行を、さらに加速させる技術ですとか、2030年に向けてこう、今コミットをしていくということが非常に強い、パラグラフになっています。で、私自身は国際交渉関係で UNCC の国連気候変動の枠組み条約の交渉によく参加をしていますけども、あまりこれコミットナウって言葉はあまり実は見かけなくて、田村さんもご存知だと思うんですけども、シャルとかシュットっていう言葉がよく見られます。ですので、このコミットナウっていうのはもう今コミットして、でこれから2030年の、この10年間が非常にやっぱり重要な、年なので、それに向けてこう今からこうアクションを起こすために今約束する、これ強い非常にポイントだったかなと思っています。ちなみにこの対策が講じられていない石炭火力発電というのは、これは何を指すんですか？これありがとうございます。これ署内でもいろんな方から聞かれました。で、このアンアベイティッドっていう言葉は、IPCC の特別報告書を見ると、CCS なし、二酸化炭素回収貯留の、技術がない設備、それを表しているかなと思っています。で、今回はこの G7 会合は、各国がこれ定義を皆さん同じ解釈で言ってるかっていうと、多分おそらく、それぞれ多分解釈は違うかもしれないんですけども、IPCC の報告書ではこの、CCS なしっていうふうな書きぶりなので、そういうことなのかなとは理解しています。で、もう一つがこの対策が講じられていない石炭火力への新規の国際的な、支援を全面的にこう中止するために、2021年にコミットすると、アクションを取ることをコミットする、パラ32でコミットナウから、実際にこう2021年中に、アクションを起こす、それを約束している、これはこう、次につながっていくこの2つの、パラグラフは非常に重要なのかなと思っています。で、日本とそれ以外の G7 の国 の2020年時点の電源構成を見ると、ドイツ、日本、アメリカっていうのが、やはりパーセンテージとしては大きくて、でゲスト国を見ると、それよりもさらにやっぱり大きいです。で、今回、ゲスト国が、なぜ呼ばれたかっていうのは、ちょっと我々も明確な理由っていうのはないんですけども、今回の声明文を見るからに、やっぱり石炭火力発電の割合が大きい国に対して、G7 のこのリーダーシップを見せて、プレッシャーを与えていく、そんな思惑でこのゲスト国が呼ばれたんじゃないかなと思っています。で、今後COP26 までに再度、メンバーで集まるっていうふうにこのパラグラフでは言われています。で、5日っていうのはちょっと分かりませんけども、今日確か報道でクアッド、オーストラリア、インド、あと日本、アメリカで、4カ国で、気候変動ですとか、安全保障 の話をする、4カ国の会合ありますけども、それがなんか10月頃に、予定されるかもという話、記事になってました。ですので、ちょうど COP26 前の9月終わり、国連総会後からこう、G20 の首脳級会合前のこのそのあたりで、こう集まるんじゃないかなというふうにはちょっと考えています。ではこの石炭火力が、やはりこうなぜ重要だったかっていうところは、やっぱりこう2つ目のポイントの2050年 G7 発でネットゼロを目指すことを決定した、やはりそのためには石炭火力を何年でも早く止めないとダメだという、そこからこのネットゼロっていうのも重要です。で、今回のネットゼロの、これは G7 初で、過去のおそらく G7 声明文では、こんなんなかったかなと思う、なかったです。で、今回のこのコミットした2050年までのネットゼロ、これに加えて、このパラグラフの中では、その主要な排出国による意味のある行動も必要と。これは案に、名指しはしてませんけども、最初のスライドで示した通り、やはり中国ですとか、インドとか、そういった排出量の大きい国に対する、こうコミットをさらに求める、我々はやっぱり模範となって、リーダーシップを見せる、これ非常に強い文章だと思っています。で、日本は2030年の目標達成時の排出量としては 7.6 億トンというのを想定してますけども、今がだいたい2019年だと 11.9 億トンぐらいなので、だいたい多分年間でマイナス 4% ずつぐらい減らしていかないと、この 7.6 トンには達成しない。そのためにはやはり石炭火力を対策の講じられたいものを早く止めて、でかつ
次のアクションを起こしていく、まあ、それがやはりこの声明文から日本にとっても重要なのかなと思っています。でこの強化された NDC と長期戦略の早期提出、これ3つ目の重要なポイントになっています。でこのポイントはですね、じゃあこれなぜ重要かと言いますと、ネットゼロのコミットをする、じゃあですねこれ次のアクションとしてはそのネットゼロの目標に応じた NDC だと、まあ、将来の長期戦略をまあ定めていくことが必要です。すでにこちらに示している通り、ほとんどの G7 の国というのは出しています、うん、ただこの、まあ、特に日本とかですね、他の国もそうですけども、この長期戦略というのは新しい目標前の、戦略ですので、まあ、日本の場合だと新たな目標に対するこの長期戦略が今後まあ、議論そしてまあ改定をしていって、まあ、UNCC に提出をする必要があります。で日本とカナダは4月の気候サミットでまあ新たな目標を出していますので、まあ、強化した NDC のに応じたですね、NDC をまあ今年のコップ前までにまあ出すと。でこの ASAP って書いてますけど、田村さんから仕事を今日、今日は ASAP って言われると多分今日中っていう意味だと思うんですけど、COP26 前に一応 ASAP って書いてますので、多分各国のいろんな事情を考慮して、まあ一応 UNCC の国連事務局からは7月30日までに出してほしいというふうにまあ言われています。その理由はまあ9月中に NDC の統合報告書、各国の報告書をまとめたもので、まあ、それがどんだけ2050年のズルに向かってちゃんとその排出経路にまあどれだけ沿っているかっていうのは、UN が再度第2版を話すよ、うん、示す予定です。でそのためにはまあ7月中には出してほしい、まあ、ただそこまではおそらくなかなか間に合わない国も多いと思いますので、うん、そういった意味でこの、まあ、ASAP できるだけ可能な限り早くっていう内容になっているのかなと思っています。でパラ19 は、 ここはここも再度他のやっぱり主要な排出国に対して求めています。でこれもやっぱりASAP なので、じゃあこれどれぐらいまあ彼らが出せそうかというのは次のスライドを見ますと、 G20 では NDC はまあ2016年に結構皆さん出しています。で更新版はやはり出していない国が多いですし、この長期戦略っていうのは、まあ、未提出の国がやっぱり多いです、うん、でじゃあいつ頃これ出すかっていうのは、まあ、中国は多分国内でまだ議論しているとは思いますけども、まあ、タイミング的にはもしかしたらこの国連総会前後、あとまあ韓国なんかもすでに、先日の気候サミットでも、まあ、COP 前までには出すというふうな話をしてますので、このやっぱり G7 の声明文で G20 諸国にまあ迫っていく。で来月G7 の気候エネルギー合同大臣会合もありますので、まあ、そこに向けたやっぱりですね、強いこう伏線といいますか、まあ、メッセージをまあどん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 毎月のつなげていく。それが今回の G7 のやはりリーダーシップと言えるのかなと思っています。で最後、最後といいますか、4つ目のポイントですけども、COP26 まであと半年切りました。うん、でCOP26 の議長としては大きく4つ目標があります。1つは2050年のまあネットゼロに向けた何か決定欲しい、2つ目は適用に関する決定、3つ目は資金、4つ目が、まあ、パリルールブックの完成です。で1つ目 の, じゃあ何がどういう決定が欲しいのかというのは、やはり石炭の段階的廃止の加速を彼らとしては何としてでもやりたいですので、G7 の実はこの声明文出た後も直後にインドネシア、バングラとかベトナムとかですね、石炭火力がまあ多い国に対してまあプレッシャーをかけにですね、まあ、意見交換しに行ってます。でそれ以外にもこのパラっていうのは声明文から全部取ってきたもので、でこのそれぞれの4つの目標に対してやはりCOP26 のまあ想定されるこう彼らの目標と決定と今回の G7 のまあ声明文でまあ散りばめられているまあ決定というのがもう全てがリンクしているので、やはりこの COP26 の議長国と G7 の議長国がまあ同じこう1年を通して、議長をやったというのはすごくこうインパクトがあったなと思っています。はい、分かりました。まさにもう自ら範を示すと、率先垂範が重要ということがよく分かりました。で、まあ、世界を今後引っ張っていくと動かしていくという中では、今後注目される国ですとかその国際会議というのはどういったものがありますか？ ありがとうございます。いやちょっとさ見せちゃいましたけども、個人的にもインドが注目なのかなと思っています、うん、で、まあ、その理由としては今インドっていうのはアメリカ含めて、あとイギリス、 EU、まあ、これらの、まあ、G7 の、まあ、国々と、まあ、協力を関係結んでいます。クアッドのメンバーにも入ってますし、
あとまあベーシックの中でも、まあブラジル、中国、南アフリカ、インドというのはまあかなり強力で、4月にもベーシックとしてですね、かなり強いメッセージを出しています。特にCOP26 もですね、まあ、論点となるポイントに対してですね、反対意見表明したりとかもしています。このインドというのはやっぱり大国ですけども、こういったこのクアッドとかさまざまな国と連携を深めていくことで、まあ、このベーシックの、まあ、ポジションを構造を、まあ、変えていく可能性もあるんじゃないかなと思っています。で、南アフリカは一応アフリカの、環境関係の閣僚級会議の議長、今年2021年までやりますので、まあ、中国インドの動き方次第では彼らもCOP27 アフリカですので、まあ、それを意識して何としてでも、まあ、石炭火力を減らさないとダメっていう、まあ、そういったことももしかしたら彼らとしてもインドの動き方次第では、まあ、彼らも動き始めるのかなと思っています。で、今後その COP26、明日首脳級会合始まりますけども、まあ、7月気候エネ、合同会人会合、まあ、この2つの会合はこの COP26 に向けた、まあ、重要な2つの会合かなと思っています。で、まあ、これからそのコミットナウからアクションナウって書いてますけども、まあ、今もうコミット G7 をしましたから、次アクションを、まあ、COP26 までできる限り、まあ、できる限りですね、今度アズマッチアスポシブルですかね、できる限りいろんなことをやっていく、それが必要かなと思っています。で、 G20 ではいろんなインドを含めた、まあ、どこがリーダーシップを発揮していくか、でさらにCOP26 で首脳級集まりますので、その前の G20 の首脳級会合というのは非常に重要なポイントと思っています。で、今後5年間を見ていくと、まあ、日本 G7 の議長国2023年予定しています。で、偶然にも G20 インド議長国です。で、さらに COP 議長国のアジア地域になっています。一応地域ごとにですね、毎年変わりますので、今のところ韓国が立候補を挙げているので、2023年は、まあ、アジア地域にとって、まあ、世界にリーダーシップを示す、まあ、年と言えるんじゃないかなと思っています。で、じゃあそうすると、まあ、日本としてどうしていくべきかというところは、今ちょうどエネルギー基本計画ですとか、まあ、国内での、まあ、どう 46% 達成していくかという議論をしているところと思います。で、2023年時点では一応2021年の林長というのは2023年時点で分かると思いますので、ちょうどこの NDC の開始年から、まあ、2年間しか経ってませんけれども、この、まあ、10年間のうち、まあまあ、3年分ぐらい経った段階で、こう将来どうしていくかっていう、まあ、G7 として、まあ、リーダーシップを示す必要があるんじゃないかなと思っています。2050年ちょっと中先を見据えると、G20 諸国では今いろんな規制、カーボンプライシング含めて、強まっています。で、各国地域国際機関の政策、石炭火力も含めたところも動きが大きくなっていますので、この5年間はおそらくこういった動きがかなり加速をしていて、まあ、企業の皆さん今かなりいろいろと苦労されて戦略作りをされていると思いますけども、今後ですね、この、まあ、社内で、まあ、目標を設定した後に、まあ、これからこのじゃあ実際に進捗がどう でそれが将来の2050年の目標に、まあ、どれだけこう現実的に到達可能なのか、まあ、さらには政策議論への参加っていうのが求められるんじゃないかなと思っています。以上となります。はい、はい、ありがとうございました。今が大事とか、この10年が大事というのは、ずっとこれまでは実は昔から言われてきて、またかとか言われる方もいるんですが、まあ、本当に2050年ネットゼロを目指すには、もう最後の本当10年、今が本当に、その成否を左右する10年となるかと思います。まあ、その意味で、こういった G7 ですとか、まあ、COP も含めてですけど、まあ、非常に今後の動きというのは注目していかなければいけないということだと思います。どうもありがとうございました。で、ここから残りの時間、30分弱、まあ、20分ですかね、20分弱を使いまして、Q&A に行きたいと思います。で、こちらの方、すでに、たくさんの方からご質問いただいておりますが、この Q&A のボックスにご記入ください。そして、すでに、されている質問で、これ同じ質問を聞きたいなと。ありましたら、いいねボタンを押してください。そうするとどんどん上に上がってきます。で、一応原則、我々の原則としては、このいいねが多いところから、答えやすい答えづらいとは別に、皆さんの関心があるということで、いいねボタンの多いところから
答えて頑張って答えていきたいと思いますので、よろしくお願いしますと思ったら、あっという間に最初の方が21問もう来ました。これは G7 のゲスト国について、この石炭火力の多い国が呼ばれたの、なんで中国はでも呼ばれなかったんですかというところですが、これはどうでしょう。まず高橋さん。そうですね、はい、すみません。で、私もなんかこう分析するとなぜ呼ばれなかったんだろうってちょっと不思議に実は思いました。はい、で、これ、ちょっと今回多分過去にも多分ゲスト国を呼んだ国っていうのはあると思うんですけども、今回比較的その何て言うんでしょうか、G7 としても比較的各国との協力関係のあったりする国が、ゲスト国として呼ばれたんじゃないかなと思ってます。で、あえてこの逆に中国を、あえてプレッシャー与えるために呼ばなかったんじゃないかなと思っています。やっぱりインドとかそれ以外のですね、ベーシックのこう南アインドとかを呼ぶことによって中国にこうちょっとずつプレッシャーを与えたり、そんな思惑があったんじゃないかなと私自身は思っています。外堀を埋めるか何でか分かりませんけど、ね、なるほど、そういった意図がもしかしたらあったのかもしれないというのが高橋さんの分析になります。はい、ありがとうございます。じゃあもう一つ、G7 関連でこういったコミュニケ、共同声明の中でいろんなことが宣言とされてきされてきましたけど、そのフォローアップって一体大丈夫なんですかと誠に至極も皆さんが疑問に思う質問だと思いますが、言いっぱなしになってないんでしょうかというのは、これはちょっと甘さにしますか。そうですね、はい、私もでもそのちゃんとしたレビューのメカニズムがあるっていうことは知らないので、ないんじゃないかなと思うんですよね。はい、そうですね、おそらくレビュープロセスはないと私も思います。例えばでも G20 とかでは化石燃料での非効率な化石燃料の補助金をフェーズアウトしましょうっていうのに対しては、一応そのフォローアッププロセスのが G20 で決まった場合は、そのフォローアップってあるんですけど、そういうのを決めない限りないですね。結構そのトピックを狭めて、これに関してはレビューしましょうみたいなことは声明文に盛り込まれてることもあるんですけど、その全体をっていうとそういうメカニズムはないかもですね。なるほど、はい、これもですので逆に我々研究機関等がいろいろチェックしてい、くということが一つの重要なアプローチになるのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。では次、石炭火力ですが、これは石炭火力を必要としている国に対しては、無知だけじゃなくて飴が必要じゃないですかということですが、どんな飴があるでしょうか。そういった議論っていうのは何かされてるんでしょうかということですが、どうでしょうか。ありがとうございます。で、今回のご質問は、そらく G7 も含めた、あと G7 以外の国ももしかしたらそういったことのに対する趣旨 のご質問かもしれないと思っています。で、今回のですね G7 の、声明文の中では、実はパラグラフ33のところに、それをちょっと一つ読み取れる文章入っています。声明文の仮訳なので、それをちょっとですね今読み上げてみると、一応このそれぞれの国の裁量による、限られた状況以外ではっていうですね、ちょっとこういろんな状況を踏まえて考慮した文章が入っています。ですので完全に停止で先ほど書いていますけども、将来そのやはり国際的な直接支援を必要としして、でかつすぐにはやっぱり対策すぐには減らせないような国も多分あると思いますので、今回 G7 のそれぞれの国の裁量に、よってはですね、ちょっとその余地が残されているというのがこの声明文からは一つ読み取れるんじゃないかなと思っています。わかりました。そういった形で少し余地を残しておくというと同時に、今回の G7 じゃないですけど、前回 のアメリカのバイデンさんがやったサミットでは、中国、ちょっと待って、アメリカとインドの間で、協力関係を築いて、そこではインドも石炭火力っていうのをずっと重要視してきたんですが、逆にその再エネ の, もうかなり高い目標を掲げていて、その達成のに向けた協力を、アメリカがしていくというような、そういった二国間もやってますので、そういった形でいろいろ石炭火力に頼らない形でっていうのは、はい、いろんな取り組みがこれはあると思います。ちょっと石炭火力
非常にやっぱり注目があって、ちょっとすみません、ちょっと安価力の質問が続きます。次は公的支援で、日本や韓国のように、新規での公的支援については何か施設はどうのようになってますかっていうか、どうですか、この公的支援の支援については何か議論というのはあったんでしょうか。今回はですね、ちょっと介護自体には参加は、我々してませんので、どんな議論があったかっていうのは把握はできていませんけれども、もう、これはあれですかね、何番目の質問に。下かな、6個いいね。はい、いいねがついてる。日本国内の話ですかね。公的支援、海外への公的支援。海外の。はい。で、今回、海外の公的支援については、確か田村さんの方が詳しいかもしれないですけども、海外については、基本的には支援を停止をしていくっていう、方針だったと思います。で、今回の、文書の中で、声明文の中でも、基本は、それを海外の、支援をですね、止めていくっていう形なので、日本の方針と同じ形で、この声明文の中でも、決定が含まれているというふうに思っています。はい、そうですね。はい。若干また石炭火力に続きますが、はい、この石炭火力の割合というのは G7 以外の国の方が割合は多いんではないですかと。で、G7 以外についての排出には義務化はないということであっていますか。石炭から再生可能エネルギーの援助額拡大などを含めて検討されていますかということで、はい、どうでしょう。ちょっと先ほどの質問のかぶるとかもしれませんが、特に後半の方は。ありがとうございます。今回はですね、これ結構私自身も勘違いしやすいんですけども、今回 G7 の、コミットっていうのは、何かすごく義務付けられる、何かこうパリ協定のようにこうなんか目標がG7 で定められて、それを達成するのかっていうと、今回の決定は、ある意味リーダーシップを示してコミットをしていくっていう形だと思っています。うん、じゃあ今回のリーダーシップがそれ以外の国に対して何か義務を課すかっていうとですね、おそらくこの決定自体が何か義務を課すってことは、ないのかなと思っています。じゃあそういったその G7 以外の国が、どういった約束に応じて、義務を持つかっていうと、やはりそれパリ協定なのかなと思っています、でパリ協定でそれがじゃあ石炭火力に関して義務化されるかというと、多分ここは結局NDC の目標達成にそれが達成しているかどうかという観点なので、結果的にはその、石炭、を、取らなければ目標達成できませんから、義務化はないですけども、結果的にはこうそういった対策を求められることが、言えるんじゃないかなと思っています。で、再エネに関しては今回の決定文書の中では、すみません、質問のあれがちょっと今これは多分さっきのもお答えになってるかなと思います。はい。はい、分かりました。ありがとうございます。で、次ですが、このネットゼロに対する中国のメッセージというのは、ごめんなさい、中国はどのように受け止めてるんですかと、なかなかこれも難しい質問だと思いますが、もし天野さんなんかご存知だったらですけど、一応ですね、今回のウェビナー前にいろいろとなんか中国でそんな報道とか記事が新華社新新聞とかでなんか言われてるのかね、ちょっと 見たんですけども、あんまりこう G7 の決定に関してはちょっと実は見当たりませんでした。で、一つこの、2050ネットゼロっていうのを今回、声明文で含まれていて、で、中国は2060年っていうのがあると思うんですけども、おそらく多分2060年とは、彼らとしては変えないんじゃないかなと思ってますので、何かこう2050年をもし今後求めるようなことがなんかプレッシャーを与えるのであれば、なんかそれはなんとなく断固反対するんじゃないかなっていうのは、私自身は思っています。わかりました。次、ちょっと最初の方に来てたので、ちょっと天沼さんにお聞きするんですけど、この G7 がコミットというのと、G7 各国それぞれがコミットというのは、何か違いがあるんでしょうか、それとも同じことでしょうか。英語で言うと、なんか We commit っていう形になるので、全員
の総意でこれにコミットしますっていうことですよね、うん、つまりまあ各国で持ち帰って、やりますよっていうことだろうと思います。基本的には同意、うん、同意ということですかね。はい、わかりました。はい、次、だんだん時間がなくなってきましたので、ちょっとサクサクといきたいと思いますが、まずこれまた高橋さんにちょっとお聞きします。はい、日本の 46% 削減というのはどう今どういう位置づけですか。 NDC ですか、そうじゃないですか。はい、NDC 過去に提出しているものは 26% の削減目標になっていて、で 46% というのは、まあ、気候サミットに合わせて発表した数字になっています。うん、で結構署内でももう NDC 出したんだよねみたいなことを聞かれたこともあるんですけども、実は 46% を記載した NDC というのはまだ国連には出していないです。でじゃあこれいつ出すのかっていうのは、ちょうど今エネルギー基本計画とまあ、エネミックス多分議論していて、多分7月に、まあ決定されるんじゃないかなと思ってますけども、一応この NDC の中ではそういったまあ、どれぐらいの、電源構成なのかみたいな話も踏まえたところが反映されなければならないので、うん、今位置づけとしては 46% の目標値が書いたものは出していない、これから出す予定、うん、でそれが出すのは、まあ、それが決まった後、まあ、7月末か8月かちょっとわからないですけども、うん、なんか周辺ではこう衆院選も意識をしながらタイミングは見計らうのかみたいな話も聞いていますが、うん、もし田村さんでなんか予測はありますか。その通りだと思いますので、はい、わかりました。ちょっと次からいきたいと思います。次はカーボンプライシング、日本へのカーボンプライシングの導入、現実味はいかがでしょうかと。これも高橋さん、すみません、はい、お願いします。ありがとうございます。で次回の炭素使用トラック、7月ですかね、カーボンプライシング含めたお話をさせていただく予定です。でまあ、このカーボンプライシングが今ちょうど経産省さん の、まあ、研究会とあと環境省さん の委員会の方で2つ議論がされていると理解しています。で今すぐ導入できるかっていうと、まあ、おそらくこれ中間整理を6月に行って、うん、まあ、12月にその多分検討結果を、されるんじゃないかなと思ってますので、今まさに今まだ議論中という段階です。でじゃあそれがいつ頃導入されるかっていうのは、まあ、炭素税導入するか、まあ、廃止炉取引制度を導入するか、多分どちらかによって制度の多分インフラと、うん、あとそれに関係する、まあ、予算だったり、まあ、ルール制度ですね、制度の中にそれを埋め込んでいく調整だったり準備が必要になりますので、12月、まあ、どちらか、まあの炭素税なのか、まあ、ETS なのか、そのどちらかによって今後のそのちょっとスケジュール感は、うん、まあ、変わってくるんじゃないかなと思っています。はい、わかりました、ありがとうございます。で次あと2つぐらい行きたいと思います。 NGO はなぜ中国を糾弾しないのでしょうか。ちょっと糾弾ってことも強いですが、これどうでしょう。温暖化だけでもなく、まあ環境問題一般について中国は環境問題のデパートだという著書が我々の研究者から出ましたが、天野さんどうですか。 NGO とかのこういった動き、中国の対しての厳しい立場っていうのは、まあ、NGO の中でも中国を糾弾しているところはあると思います。で、まあ、ただその糾弾して何かが変わるのかって言ったら、それはまた別の話じゃないですか。糾弾したからって変わるわけじゃないんだとしたら、もっとこう変えるところから頑張っていこうっていう思考になるとしたら、もしかしたら糾弾しないっていうことを決めるかもしれないですね。それぞれやり方あると思いますね。まあ、おそらく中国国内、まあ、最近締め付けが厳しいのかもしれませんけど、うん、結構その大気汚染とかの問題に対してはかなり国内の NGO をいろいろ頑張ってるって聞きますし、うん、温暖化問題についても、まあ、NGO ですとか研究者はかなりやっぱり中国の問題点というのは指摘してますので、糾弾しないっていう形ではないと、はい、私もそれは思います。はい、で最後になりました。最後アベーテッドの石炭に行きたいと思いますけど、この対策を講じない石炭火力、アンアベーティッドコールファイヤーっていうのは、水素、アンモニア混焼も含はどうなん、それに含まれるんでしょうかという質問です。どうでしょう。ここはちょっと私も実はこれ含まれるか認められるかちょっと正直わからなくてですね、ここはちょっと今後の、まあ、G20 で多分おそらく声明文でもこれの言葉とかですね、そうですね、まあ、議論が出てくると思いますので、はい、ここはちょっと我々
としてでも我々としての中でもちょっとそうですね、ちょっと定義といいますか、はい、解釈はちょっと見ていきたいなと思っています。おそらくその先ほど高橋さんもあの紹介したあの IPCC の前回の報告書とかでもまだその時、まあ、あの技術的にはあのちょうど注目され始めた時期で、まだ特に世界的に見るとなかなかこのあのアンモニアの混焼というのもまだあの広くは知られていないというところもあって、まだ議論の訴状に乗ってないのかなって気はします。ただ私が思うのはやっぱりこのアンモニアにしろ水素にしろ混焼で、やった場合でもこのアンモニアとか水素をどうやって作った水素アンモニアでやるかっていうのが多分一番問題になってきて、従来通り例えばあの天然ガスからあのアンモニアを作って、でそれを混焼してもあの石炭減らしても CO2 はほとんど減らないので、そういう時はそういう場合はだとこの、対策を講じたという形にならないで、結局そこにあの CCS が入ってこないとダメなのかなというふうにはあの私は理解しています。ただあのまだここは十分議論されてないということは確かです。はい、ということであの本日もたくさんあのご質問いただいて、全て答えきれませんでしたが、なかなかちょっと難しい質問も出た中、あのお二人にはお答えいただきました。どうもありがとうございました。で皆様からもあの活発な質問をお寄せいただき本当にあの感謝しております。はい、どうもありがとうございました。でこれで今回 の, あのセミナー、ウェビナーはあの終了したいと思いますが、あの、まあ、次回、今度あのお知らせになりますが、この7月2日にあのもう一つのトラックの炭素市場トラックの第4回を開催します。でテーマはパリ協定の6条パイロット、あのスイスのクリック財団の取り組みということで、まあ日本の JCM が有名ですけど、まあ、それと同じようにあのスイスのパイロットプログラムもありますので、それについての紹介ということです。でその後にもあの複数のウェビナーを開催予定ですので、そちらにつきましてはまた改めて、ご紹介できればというふうに思っております。はい、最後時間もあとなあの数分2分3分になりましたが、お二人もし何か最後あの一言、はい、メッセージがあれば。はい、まあ、なんか私は SDGs とかをまあ日頃見てるんですけど、はい、なかなか進捗が遅い中 で、でなかなかその G7 とかでもあんまりその大きな成果が出てこなかったなと思うんです、はい、ただまあ今回はそのイギリスが、まあ、COP26 の議長であるイギリスがまあ G7 の議長になったということで、結構あのいい成果が出てきたんじゃないかなと、うん、でその背景にはやっぱりバイデンさんがアメリカの大統領になったりだとか、またコロナからのグリーンレカバリーにお金がまあ入ってくるようになったりとか、うん、あとはまあ危機感の強まりとか、まあ、そういった要素もあっていい成果が出てきた中で の、まあ、あの G7 だったと思うんで、まあ、そういったところからまあ今後のなんか COP26 とかバイオ、生物多様性の COP15 とかへのまあ野心が見えるようなことになったなと思います、うん、であとまあこういった会議を見てて、まあ、環境問題も気候変動だけじゃなくて、それと生物多様性との関わりとか、うんまあ、海との関わりとか、うんまあ、そういったこの 複数の課題へのまあ、同時にアプローチするっていうあの統合的アプローチ の、ねはい、あのが大事だということがだんだんこう大きな会議でも出てきたなと思うんで、まあ、アイジス の、まあ、あの持続可能性がバランスセンターとしてもそういったところを今後あのもっとあの研究していきたいなってことと、あとは環境問題の社会的側面ですね、あの公正な移行とか、まあ、そういったところも見ていきたいなと思います。であと、まあ、これから G20 があのね、これからありますけど、 G20 はまた G7 とは別の意味で面白い、うん、あの会合になるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱ新興国とかが入ってきて、ねはい、先進国だけではないあの、うん、人たちが入ってくるとやっぱり交渉あの国際的な交渉を、まあ、予見するようななんかあのものが出てくるんじゃないかなと思うので、その辺も今後要チェックかなと思ってます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。じゃあ高橋さん最後に。あ、確かにありがとうございます。で、あの私の方からはあの今回の、G7 はやっぱりリーダーシップを示すことができたのかなと思ってます。で、あのコミットをするってことが決めて、まあ、これからアクションなんですけど、まあ、我々自身も多分、まあ、石炭火力の話ばっかりしていてもダメなので、うんまあ、あの今ライフスタイルの変革からこう自分たちも行動を起こして排出を減らしていくことが求められると思いますので、はい、あのまあ、一般し、あの
今回の G7 のエンゲージメントグループでもあった、まあ、一般市民とかですね、いろんな方々とまあ協力を深めてやっていくことが必要なのかなと思ってます。で、そういう意味で、コンウォールですかね、のサミットでは、一応、イベント会場では、これからなんかリサイクル素材とか、環境にかなり配慮した商品を使って会議を運営されているってことが言われてますので、多分この会議運営もちょっと個人的にはこう気になってはいます。で、あとは、まあ、コンウォールもなんか、なんか思い出したなと思ったんですけど、場所の名前で、なんかアガサ・クリスティ の推理小説、よく事件で使われる場所なので、将来行ってみたいなと思ってます。はい、いいとこですね、あそこは。はい、イギリスの保養地というか、そうですね、はい、はい、分かりました。まさにG7 の会合でも、自らの範を示すというところで、それは我々個人にも降ってくるのかなというところで、まあ、我々研究員も自分の行動様式を顧みながら、はい、いろいろ今後研究に勤しんでいきたいなというふうに思います。本日はなかなか難しいテーマを簡潔にまとめていただきまして、どうもありがとうございました。はい、ご視聴いただいた皆さんにつきましても本当にどうもありがとうございました。はい、では本日はこれにて開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。